どうも、こうです。さあ、今日は、新卒の先生が成功する5つの必須条件ということで話をしていきます。えー、もうすぐね、えー、新卒の先生、新しく先生になるという方は、えー、もう4月からスタートしていきますよね。えー、とても不安だったりとか、ね、楽しみもあると思うんですけど、えー、ドキドキしていると思います。で、えー、ま、研修とか受けますと、 ね、あのー、まあ、こんなふうな先生になるといいよとだったりとか、管理職からこうしましょうとかっていろいろ言われると思うんです。あの、初任者指導の先生とかから。で、いろいろ言われるんですけど、やっぱりいろいろ言われすぎるんですね。すごく絞られてないというか、たくさんあるので、なかなか悩むことがあると思います。なんですけど、やっぱり一番大事にしてほしいのは、子供の前でどうあるべきかということだと思います。なので、子供の前でこんなふうにするといいですよということを5つ紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。もしあ もあなるほどなとかいいなとか思ったら、えー、いいねボタンだったりチャンネル登録していただけるとありがたいですよろしくお願いしますでは行きましょうはいで今回ですねえー、まあ小学校の先生になる方を対象としています、まあ、特に初、まあ、任者の先生2年生から5年生のことをこう持つことが多いかなというふうに思います えー、ただ、1年生や6年生の担任生も綴る部分ありますし、中学校や高校の生徒を持つ部分、場合でも綴る部分ありますので、えー、ぜひ参考にしていただけたらと思います。では、5つの必須条件の1つ目。1つ目は、遊んでくれるということです。 ねえー、やっぱ子供たちはね、若い先生これを楽しみにしてます。ね外で男子と中で女子と、えー、ぜひ遊んでほしいなと思います。まあ中では、まあ女子と、まあ話すっていう感じになるかな、えー、と思うんですけども、やっぱ歳が近い分すごく、あのー、楽しみにしてますので、ぜひたくさん遊んで、たくさん話して、すごくコミュニケーションを図って、信頼関係を築いてほしいなと思います。はい。では二つ目です。どんどんいきます。二つ目は、一生懸命教えてくれるということです。 ね、えー、下手でもいいんですよね。うん、一生懸命やってるってことが分かればいいと思います。えー、うちの地区ではですね、20代は学級経営、30代から強教科経営っていうふうに言われてます。うん、なので、まずは学級経営が大事。 で、なんです。うん。教科をうまくできなくだって、まあ、あの、落ち込まなくてもいいと思うんです。あの、初任出導の先生とか、管理職の先生とか、いろいろ言われると思うんですけど、まあ、聞くだけ聞いて、まあ、あとはもういいと思うんです。も子供を、まずは大事にして、学級経営していただけたらと思います。うん。まずは一生懸命、あの、自分が考えていることを伝えたり、 え、個別で向き合って、えー、ここはこうだよって教えたりする方が大事です。うん。で、少しずつ覚えていけばいいかなというふうに思いますので、ね、一生懸命教えてくれるということが子供にとって大事です。うん。また、自己開示も大事かなというふうに思います。自分はこんな先生だよ、こんな人だよっていうことも一生懸命教えると子供も心を開いてくれるかなというふうに思います。 はい、では3つ目です。3つ目はですね、これ1の遊んでくれると2の一生懸命教えてくれるっていうのができているのにあんまり好かれない先生っていうんですけども、えー、この3つ目ができてないからなんじゃないかなっていうことううを思うんです。うん、じゃあ3つ,目3つ目は清潔感があるということです。うん なんとなく、まあ、子供にとってはイメージだと思うんですよね。そういう清潔感がないイメージがあると、ちょっと子供が寄り付きにくいかなっていうふうに思います。うん。えー、若い先生というのは、やっぱなんか清潔感があるように感じるから、まあ、寄ってきやすいのかなというのも思っています。例えば、えー、良くないのは髪を整えていないとか、服がだらっとしてるとか。 肘や爪が伸ばしっぱなしとかっていうのが、あの清潔感がなくて、イメージも少し悪くなってしまうかなということを思います。あの皆さん、教育実習とか行った時になんか何々に似てるとかって言われませんでした。この有名人とかで僕結構ですね。あの。 陣内に似てるとかあの陣内智則さんねお笑い芸人のとかあの小袋の小さい方に似てるとかって言われたことあるんですけども、えー、皆さんもあるんじゃないかなと思うんですうんでと同時に全然似てないわって思うことありませんか うん、僕も、あの、陣内は、まあ、あの、前の学校でも言われたんですけど小袋とか全然似てないよ、というふうに思うんですけども、まあ、何が言いたいかと言いますと、結構子供って、まあ、一つ一つを見てるというより、まあ、イメージでバクッと見てるんですね。だから、なんとなくこの人暗いなと思ったら暗いイメージだし、なんとなく清潔感がないなと思ったら、そのないイメージになっちゃって、なんかよくわかんないけど、 近寄りたくないなとか、嫌だなっていうふうに思われてしまうので、そういうマイナスイメージもったいないかなと思います。ね、特に上の学年ほど結構注意が必要かなと思いますので、えー、清潔感大事にしていただけたらなというふうに思います。なかなかかっこいいとか、可愛い,いとかっていうのは難しいんですけど、そういう清潔感があるっていう佇まいとかは意識できるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。では4つ目です。4つ目は、褒めてくれる、叱ってくれるということです。はい。 えー、すごくこれは大事なスキルですよね。条件だと思います、まあ。褒めてくれるっていうのは、やっぱり何歳でも褒められたら嬉しいです。まあ、大人になっても褒められたら嬉しいです、ねえー。小さなことでもたくさん褒めてあげたいですよね。うん、そのためには、やっぱ活動を細切れにする。少しずつ区切っていって、細かく褒める。たくさん褒める。具体的に褒めるということで、えー、そういうふうに褒めていけるといいんじゃないかなとうう思っています。逆に叱るというふうですけども、やっぱまずは叱れないと、 他の子たちの心の安定にならないと思うんですよね。うん。何かトラブルが起きた、困ったことがあったとしても、先生に言っても何にもならないんじゃないかっていう不安を抱かせないようにしたいなというふうに思います。えー、これを、まあ、ちょっと、まぁ、あ、一回ならしょうがないかもしれませんが、これが何回も何回も積み重なってしまうと不信感になって、このさっき言った1から3までができていたとしても全てパーになってしまいます。うん。なので、 え、ぜひ、え、叱るということも大事にしてほしいなと思います。また、えー、ダメなことした子たちも、まあ、ダメなことをしたって分かっている子が多いんですよね。まあ、すべてではないですけども、多いです。だから、えー、ちゃんと自分の感情で、子供を攻撃するんじゃなくて、どうしてダメなのかとか、これからどうするのかっていうのを教えてあげられる、叱ってあげられる先生でありたいな、ということを思います。で、これ、自分のイメージとしては、 ま、いつか叱るときに備えて、褒め貯金っていうのをたくさん作っておくイメージです、自分の中では。うん。だから叱っても、一回バーンって叱っても、先生はこれだけ褒めてくれていたんだから、きっと僕のことを思って言ってるんだなっていうふうに、ま、感じてもらうことが大事だと思うんですね。こっちがあなたのことを思って言ってるんですって言っても、でも日常がそうじゃなければ、子供たちは納得いかないと思いますので、えー、 あいつもそう見てくれているなって思っていることが、えー、信頼につながったりとか納得につながったりとかするので、えー、そういうバランスで考えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますはい最後5つ目です5つ目は謝ってくれるということです、うん、まあ 簡単なことなのかもしれないんですけども、でも意外と難しくてですね、やっぱ立場を守ろうとしてしまうと、どうしても謝れなくなったりとかするんです。うん。ですが、やっぱ素直に謝りたいですね。先生が間違っていた申し訳ないと。僕はまあちょっとね、まあミスをしてしまうこともあるので、まあ謝るようにしてます。うん。で、その時にピンチになった時に、どうするかというのを子もよく見てるんですよね。うん、あ、嘘ついたなとか。 あ、こま任せたんだ先生。みたいなことを、やっぱ思うことあると思うんです。ねそれを先生がどう出会ったかっていうのは関係なく、そう思わせてしまったら、それは不信感になってしまいますよね。うん。なので、えー、子供の人格形成とか、学級経営のためにも、えー、すぐに謝るっていう態度を示したいなっていうふうに思います。 はい。このように5つ話させていただきました。えー、ぜひ、えー、必須条件として、ぜひ守ってほしいなということを思います。で、これ必須条件なではあるんですけども、逆に言えばですね、これ若い先生の武器なんです。この5つをガシガシに使って子供と接することができれば、ベテランの先生にも負けないぐらいいい先生になります。うん。しかし、この、えー、武器を使っている間に別の武器を手に入れないといけないんです。 はい。この間、ええー、若い時にしか使えない武器を30代、40代、50代になってもそれを振り回そうとしてるとなかなか子供も,も寄ってこなくなります。その時のために、そういうベテランになった時のために若い武器がなくなった時のために新たな武器をいかに手に入れるかというところがすごく大事になってくる、えー、と思います。この5年から10年の間は すごく、えー、大事な時期なので、ぜひ自分の武器を持ってください。自分で言うと、まあ、道徳とか社会の強化系とかは、えー、ちょっと武器としてありつつあるなということも思いますし、まあ、学級経営もそういう別のテクニックとかも少しずつ持ち始めることができたなということを思うので、皆さんもぜひこの若いうちにできる武器を大事にしつつ、第2、第3の刃を、えー、ぜひ、えー、手に入れて、えー、このベテランになってからも、えー、通用するように、えー、頑張ってほしいな と身につけて欲しいいなってこととこを思いますはい、ではいかがだったでしょうか。えー、毎週末、このように先生方に役立つ情報だったり、新しく先生になるという方に向けての情報を発信をしております。えー、もし参考になったなとか、えー、役立ったなという方は、いいねボタン、チャンネル登録の方、パチッとしていただけるとありがたいです。えー、まだまだ3月ありますので、ぜひ一緒にまた勉強していけたらなというふうに思っております。ぜひまたよろしくお願いします。ではまた。